フラメ大丈夫？大丈夫ないやったわ。ちょっと待って、もともと下書きしてたやつとは別で作る。待って、写真はどうしよう。これにしよう。これ多分載せてない。みんなが星投げてあの回収しに行ってる間、私ちょっとメールを秒速で打ちます。え、そうだけど今日は、そうなって楽しむ。はい、ちょっと短めだけど送りましたメール。あ、すごい、またひらがなカウントしてる。まあ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 、いっか。星とかありがとうございます。で、今、ああ、タコさんとかもらったの、ちょっとボールペンが2本ともなくなったんで3本目を召喚しますすぐ召喚できちゃう。こんな方もできちゃう。はっ、まあ、いっか。鏡さんありがとうございます。ちょっと今だけ許して、これで。ケンさんもありがとう、タキちゃんもありがとう、ライズさんもありがとうございます。ブリさんありがとう。なんかスクショしちゃった。こうか、もうちょい、こうせば。あ、で、明日の配信も同じタイムテーブルで行きます。19って書いたから20って書いとこう。明日は20日、イエイ。私はもぐりさんもありがとう。スクショタイムお願いします。あ、オッケー。ちょっと待ってね、まだニキビの薬をね、お風呂上がってから最後のやつ塗らないとニキビが大暴走しちゃうから。全日本ニキビ大暴走選手権しちゃうから。ちょ、お風呂上がりなんでここら辺はまだちょっと濡れてるっていうね。
なんかショールーム前に入るか後に入るか迷ったんですよね。あるある。あ、でも最後の方でいいかな、スクショは。これもシール貼っとかないとちょっと暴走しそうだな。あ、プリオさんありがとう。プリオさんも毎配信投げてくれてありがとう。すごいバイクがブワー。しかもアバターが私になってる。プリオさんのすごい。でも今回のじゃない。あ、この画角が好きみたい。この携帯は今回じゃなくてもいいやないか。いや、いいんだけど、別にダメとかは言ってないんだけど、一回も。普通に今回のさ、アバターガチャやってるから、そっち当たったわけじゃないんだなって、もともと持ってたんだなって思って。一個前の配信まで私のアバターじゃなくて、なんか黄色いアバターだったからさ。あ、アンジーさんありがとう。アンジーさん、タコちゃんありがとう。すっごい全部私が隠してる。意味ないやんこれ。カウント終わった。あ、お疲れ様です。お、2種とも終わってますよ。お疲れ様です。アバター一緒で変します。やばいね。もうすぐ100体目獲得するんだけど、だって。出てほしいね。ミルクティーみたいに、だからもっと愛。こうだよね。こういうことか。じゃあもうちょいこうするか。こうか、こういうことだ。だからもっと愛して誰かを。あ、そう、余裕持って終わらせられるようにね、アラームね、ちゃんとねセットしてあるんだ。今日は20日か。星2シュートカウントお疲れ様です。
まなみアバター出たよ、だっておめでとう。三周目待機。あ、月曜の豚さんありがとう。ピンクのガチャボール投げるとアバターガチャが、あ、うん、ゴリさん、ゴリさんハートでガチャ引いてたけど、とうとうタコさんだ、ありがとう。書いたかな、名前書いたかな。あ、グリさんはもう書いてあったわ。もうね、お風呂上がりだからね、ノーセットだから前髪ふわふわだよ。ワンちゃんぐらいふわふわ。あ、 D さん、タコちゃんありがとう。あ、青院さんもありがとう。青院さんのアバターってたこ焼きだったっけ。なんかさい、この前からたこ焼きだなって思ってたけどね。25の爆弾にエイトさんもいるけど正解、正解なんじゃない ?25 の予定来てたっけ。うん、来てる。それで晩は、私の手紙一回アルコールなんとかしてから飲んでください。アルコール消毒してから。うん、しんごしんごさんありがとう。しんごしんごさんもいつも入れてくれる。家だと人目を気にせずに連打できて楽だな。わかる、大変だよね連打。なみさん出なかった、残念。まなみアバターに着替えてくるだって。おー、おめでとう、よかったね。さて、送るだろう、当日読んでるから。あ、まだもらってないんで。うん、はるかとみおんときーちゃん出た、いいね。15期が
もうしてる人いない、まなみアバ。たきちゃん、それ言ってるけど、私そのアバ登録してるからね。私そのアバでさっきキーちゃんのルームいたんだから。もうしてる人いないとか言わないで、いるし、ここに。お風呂入ってたってくれた。私もお風呂入ったばっかだから髪がちょっと濡れてる。一緒かもっぺ。うん、3周目回収だって。もうそんな時間？まだだよね。でもまあ、行ける人は行ってらっしゃい。めぐちゃん、はるぴょん、せなぱんでした。そう、きーちゃんとこ行ってました。きー、ごめん、ひまわり練習してて。そうだよね、はるか今度出るよね。どこだっけ。あ、かおちゃんのとこなんだ。前も出てたもんね。その時かおちゃんのとこだったっけ。もらい星の違うよ、星もらいだよ。妖怪星もらいだよ。このルームで見かけないから言ったのに。残念でした。私がそうでした。あ、そう、ブラウザ版だと課金におまけつくんですよ。正解です。あ、タヒロマックさん、ありがとうございます。すごい緑。緑好きなのかな？タカヒロマックさんだった。あ、ロロノアゾロさんもありがとう。あ、メール来た。間に合ったんだね、よかった。恵方巻き食べてるの変えたのね。よく覚えてるね、すごい。星集めが星もらい？違います。なんかツイッター読めばわかります。妖怪です、妖怪。中江さん、ありがとうございます。中江さんショールーム珍しいね。中江さんの手紙も多分前回もらえてないから、もらえてない人の何人かあるんだよね。ありがとうございます。あ、そっか、古文か。欲しいが先につくんですよ。そう、小豆洗いみたい。そう、ずっと星もらいみたい。あ、ロドナーゾロさん、ありがとう。メールかわいい、嬉しい。そう、パッツンで公演やった時ね。でもお手紙、物についてるのなんて3日ぐらいでなくなるよ、話だよね。大丈夫大丈夫。けんちゃんの配信星集めたらファンで塗ってねって言ってた。今日一日すっぴん。ファンでどころかコンタクトすらしてない。そう、そんなになんかもう、あの、わっ、メイクしてやんなきゃってなってたら、私多分4回配信とか、はぁってなっちゃう。はぁ、もう奥ファンデーションしないとってなっちゃうから。ラガンか、ラガンでやんす。あー、そばさん、そばさん久しぶり、ありがとう。そう、基本そうなの。さすがコロちゃんのプロ。そう、そうなんですよ。
コロッケなんですよね。そばさん、そばだあ、チョコさんもありがとう。チョコレットさんありがとう。スピン綺麗だから大丈夫だって。モテるでしょ、あなた絶対モテるよ。すっぴん綺麗だからって言ってくれるの、モテるでしょ。そうなんですよ。あ、なんかフルネーム書いてある、近間奈美。そうなんです。そうなんだ、楽しみだね。すっぴん可愛いし、もう存在が可愛いよね。だってモテに来ようとしてる、モテようとしてる人いる。ありがとう。あ、バラとか星とかもありがとうございます。さらっと言える男になりたいぜ。いいじゃん、なろうぜ。おまけに足も綺麗だから困ったもんな。困ったね。あ、うん、合ってるよ、ヒデさん。それで私はね、マジでね、あんまあまがいいから、もう毎日もう犬みたいにめでられたいタイプだから。あ、水星石さんありがとう。月曜の豚さんもありがとう。水星石さんもよく見る。月曜の豚さん、ありがとうございます。身長何センチ？157です。まなみの可愛いお尻が好きさ。あんま見たことないやろ、お尻。握手会って握手受けるやつかね。あ、サプライズレバーさんありがとう。うたた寝しなかったんだね。うたた寝しちゃうかもって言ってたよね、755で。ありがとうございます。犬のようにされたりとおしゃし。あ、でも前髪セットしてたりメイクしてる時に顔触られたり髪触られたりするのは嫌だけど、別に可愛いねみたいなのは全然いい。意外に身長小さいね。そう、よく言われる。意外と小さいってすごい言われる。だって成人式ほっぽって握手会見でねえ、思った。そんなこともあったわね、マジで。かわいいね、今日もかわいいねみたいな、もうずっとそういうのがいい私は。なんか自己肯定感上げてくれそうな人。165はでかすぎ。そんなない。過信しすぎ。過信お大きくいすぎ。あ、ヒデさんありがとう。ヒデさんありがとうございます。ヒデさん書いてる？書いてないよね。うん。
ペセル前にちゃんとめでる。なんかさ、あるよねそういう問題。なんかリア友も言ってた、なんか彼氏がエペばっかでみたいな、別れそうみたいなこと言ってたわ。そういうなんか一時期さ問題になってて、問題っていうかさ、そういう話よく聞いたわ、 TikTok とかでも。そう、まなみの場合逆になりそうよね。逆じゃない、逆じゃないな。私がもしめっちゃゲームする側で、その人がゲームしない側だったら、私はその人をゲームに連れ込むし、その人がゲームする側だったら私もそっちに入るし、なんかこうはない、こうするかこうするかみたいな。で、私がよくするゲームだったらキャリーしてあげたりして、ナミエペやったらずっと騒いでそう。でも私もともと携帯はそういう系のゲームはこう やってたんで、で、荒野も結構うまかったから、私多分ゲームする女の子の方ではまあまあな方にいるはず。とりあえず一狩り行こう。懐かしい、モンハン XDS でやってたわ。あとスイッチやってたわ。まなみは徹底的に甘やかせばいいってことね。なんかね、徹底的に甘やかすは違う、何でも買い与えたりなんかそういうのじゃない。褒めてほしい。褒めてほしいっていうか、そういう褒める系の甘やかすがいいと思う。私は普通にそういう何でも買ってあげる系にしたらダメ人間になるし、私はもう申し訳ない気持ちになるから。あーた、私あーたって言ってた。そう、私はそうなんですよ。なんか物を買い与えてもらったり、そのなんて言うんだろう、よりかは可愛いね今日もみたいな、朝早く起きて偉いねみたいな、もそういうのがいい。肯定感を上げてくれる。昨年のゲーム時間エペ1500時間、モンハン1300時間、やばー。私でもまだスプラトゥーン2000時間とかだよ。で、それ去年じゃないからね、3、4年ぐらい合計でだよ。めっちゃやっとるやん。まあ今テレワークとかだから家にいる時間も多いしね。じゃあプレゼント減らさないの、なんかそれはちょっと極限だね。それはちょっと違う。でもそれはさ、皆さんがファンだからじゃん。私はそのなんだ、さっき何言ってたっけ、彼氏か彼女か、あ、エペか、彼氏か、あ、そうだ、彼氏にそういう風にされたいってだけで、ファンの人とはちょっと違うかも、思ってることが。そろそろ星集めに行ってきます。行ってらっしゃい。荒野は友達が世界ランキングに入って100万課金したからやめた。どういうこと？なんかちょっとよくわからないけど、なんかすごいね。なんで膝なの？完了、お疲れ。ゆきにも荒野よくやってるらしいから一緒に。まだやってるのかな、私もう引退した。そのもともとちょっと引退してた時期に AKB のゲーム運動会みたいなのがあって、それを皮切りにあたいは本当にやめた。プロスピエの課金が全部、私前やってたラブライブサンシャインとかだったら、あの本当にすごかったと思う。ところで明日の大抵は今日と同じかな。そうですそうです。そう、最初の方に言ったんですけど、多分最初の方いなかった方はわからないかもですけど、これ明日のです。一緒です。あ、新鮮玉ねぎさんありがとう。星集めに行ってまいるだって、行ってらっしゃい。あ、ウィン入れね。あ、新鮮玉ねぎさんだけ赤ペンになっちゃった。なんか悪いことした人みたい。見て、一人だけ赤ペンになっちゃった、間違えて。これなんかくるくるしたら黒ペン、赤ペン、シャーペンが出てくるんだけど。
てるだけ、なんかブラックリストみたいな。フェラーリ取るのに課金して5万取ったのみたいな。あーそうね、私もセダンのスキンが欲しくって課金はしてたな。でも今はマジで本当に全然課金しない。しても多くて、本当に多くて月5000円、これ多い、やりすぎたって思っても5000円。昔とかは結構してたけど、最近はもうなんか他に欲しいものっていうか、なんかもう私はゲームじゃなくて行動に消費するようになった。例えば映画を見るとか、まあちっちゃい旅行に行くとかじゃないけど、そういうのに消費するようになった。なんか物を買うとかじゃなくて。わ、すっごい訪問、30分過ぎたからだ。こんにちは、30秒の間にカウントだけでもお願いします。めちゃめちゃ初訪問がすごい。30秒で星もらえるまでにカウント少しでもお願いします。最近何か映画見に行ったの？ううん、行ったじゃないけど、今見たいのはミニオンズフィーバーとワンピースのフィルムレッド、あれだけは見たい。あ、ファニーさん、タコちゃんありがとう。あーかあー惜しいね。タコさん9の1になっちゃった、惜しかったね、ミスったね。ファニーさんありがとう。あ、ファニーさんすごいよ。なんかね、私バカだったからね、本当にすっごいでっかい文字でグワーって書いてたの。でも紙が足りないって思ったからね、ちっちゃい文字で書くようになったの。頭よなったわ。こんにちは、初訪問の方、30秒で星もらう間にだけでもカウントできるだけお願いします。30秒ならどのぐらいできるんだろう。1秒1個目とかできるのかな。私さ、なんかさっきカウントコメしてたのよ、キーちゃんのところでふざけて。したらなんか私の入力のスピードに端末がついてこれなくって、もうなんか少々お待ちくださいみたいな、ちょっと待ってからお願いしますみたいになって、うわおってなった。ということで、はじめまして。そうだから本当になんかめんどくさいよね。だから私にまだ時代がついてきてないのかなって思いました。だから皆さんは30秒の間に打てるだけでいいんで、あ、15,516になってるそうなんだ、5回で止まるようになってるんだ。だから1個ずつめちゃめちゃゆっくり打ってたら大丈夫になった。1送信、2送信、3送信みたいな感じでカウントしたよ、ありがとう。だからそう、ん、もう終わるん？全然よ、あと30分弱はあるよ。あ、エクセルね、私もエクセル好きでよくやるんだよね。表にまとめるのが結構好きで、エクセルとか自分で作りがち。でもパワポはマジで久々開いた。なんだ、ワードとか、そう、エクセルは使うけど、パワポはマジ私生活で使わんって思って。そう、ひななちゃんのお祝いコメントありがとうございました。いいえ、お誕生日だったから、せっかく。
俺にカウントしていきます。だってありがとう。あ、そばさん52までいってる。そばさんね、カウント50までで大丈夫よ。ありがとう。昔のは使いやすかったけど、最近のは使いにくい気が。あー、どうなんだろうね。まなみちゃんのルームレベル10なんて言ったすごい、すごいね。あ、またいっぱい初訪問の人が来た。30秒の間にカウントしてってね。見てる間暇かもしれんから。ギュン。そしてそろそろ3周目の星を取りに行けるんじゃないですか、皆さん。ほぼだから行ってらっしゃーい。ね、行ってらっしゃーいと同時に、私の集めに行く人は行ってらっしゃーい、集めに来た人は30秒の間にカウントだけでもお願いします。イベントの詳細がわからないが、どうすればランキング上がるんや。ポイント数はっきり言ってポイント数、こうやってコメントの50カウントで50ポイントだったり、星1個1ポイントだったり、まあ簡単に言えば一番簡単なのは優勝の課金のものなんだけど、それは1ゴールド多分1ポイントになるのかな。で、例えばタコあるじゃん、あれ1つ100なんだけど、100を1個ポンって投げるより100を10個にして10連で投げた方がポイントが 1.2 倍になります。あ、また、え、本当に初訪問すごいよね。やっぱ半になったから、3になったからあれだね。だからカウントだけでもお願いします。ありがとうハート。あ、虹かけ橋さん、お昼っていうか、さっきのテカとか言っちゃって、テカありがとう。虹かけ橋さんありがとう。6、65 6と5一緒になっちゃったかな。いつも僕隊で爆弾スキブ対応、あ、わかった。いつも雷神のやつ持ってくれてる女の子か。わかった。そろそろ顔覚えられそうだから、ちょっと待ってて、もう一回来て公園。フルコース完了、お疲れ様。あ、りんごちゃんありがとう。通りすがりのカウント失礼しました。すごいかっこいい、通りすがりの仮面ライダーさっつって、あ、伝わる人少ない。りんごちゃんありがとう。りんごちゃんのお名前も書いておこう。いつも北海道から通ってます。マジ？北海道から通ってあの頻度で来てんの？すごいね、すごいね。いつもじゃあ平日の公演とか見た後はもう泊まってくしかないね。そっか、いつもありがとね、遠くから。まなみの圧倒的記憶力頑張ります。スキブ目立っていいな、いいかもね。ということで、星集めに来た方は30秒の間にカウントできるところまででいいのでお願いします。通りすがりの50カウント、うわーかっこいい。通りすがりの仮面ライダーぐらいかっこいい。あ、 D さんありがとう。
俺のディケードディケードすごい、取り下がりの探偵モールけんな。全然1から1を50回でもいいんですよ。あ、1を50回でもいいんだ。まあそっか、でも分かんないもんね、何回歌っけってなるから。毎月2、3回遠征してます、また行きます。だって大変だ。ありがとう。通り座りのトレジャーハンター冒険家いるかな。こんにちは、初訪問の星集めに来た方はカウントだけでもお願いします。星待ってる間に。41分、ありがとう。でもね、あ、ミスったミスった。ちゃんとねアラーム鳴るようにしてるから待ってて、大丈夫だから。あ、ヒデさんありがとう。星、通りすがりの不動産王は一番嬉しいわ。声ちょっと高いかもね。まなみちゃん声パフォーマンス好きです。50カウントさせてもらいました。させてもらいましたって言い方にもう育ちが出てるよ。こちらこそありがとう。ゆなもぎょんそろった生誕祭の会、まなみちゃん魅力が広まってる。そうか、もうそれももう半年ぐらい経つんだなって今思った。通りすがりのアイドルはいらっしゃいませんか。通りすがっちゃうんか。そう、あぶねえ、ゆいゆいの星投げそうになった。何、ゆいゆいに釣られちゃったってことか、もしくは星集めにいて間違えても投げそうになっちゃったって。マジだ、地元北海道です。地元だもんね。マジ騙されてた。取りすがりの雷神、雷神はそんないないかもな。近すぎてせっかくのおかげ、ごめんね。それは思ったんだけどね、今コメント読むにはねこのぐらい近づかないとね読めないんだよね。裸眼だとここまで来るとね文字があんま見えなくなっちゃうの。距離今ねこのぐらいなんだけど、携帯とのこれ以上下がるとね本当に見えなくなっちゃうの。ごめんね、読んだら戻るね。みんなのコメント読みたいなって思ってたの。そう、ありがとう。あ、中江さん、またたこさんありがとう。中江さん名前書いたか。あ、でわー、クマ来てる。ちょっと待って、でも今下から順番に読んでるからちょっと待ってね、ちょっと待ってね。ありがとうございます。虫眼鏡、虫眼鏡買ってここでやったら、あ、 STR さん、 STR さん、 STR さん、さあ今日だけでもって感じじゃない。 STR さんさ、今日何月何日、7月の19の夜、STR さん夕方の配信にもね投げに来てくれてさ、ありがとうございます。あ、朝の配信でも投げてくれてる、10連、ありがとう STR さん。今日通りすがりの雷で会社が停電した、大変。あ、和田翔もたこちゃんありがとう。和田翔書いてるはず、あれ意外と和田翔書いてなかった。あれ和田翔か、もしや初か。よし、ありがとうございます。たこちゃん、通りすがりです。いいな、通りすがりの不動産音でした。あ、シマさんもハートいっぱいありがとう。シマさんハートの量すごいね、検証円になるよ。そろそろさん付けしてもらって、あ、いいよ、和田翔さんにするね。じゃあ
ちなみに部屋から貢献度で誰がいくら投げてるか見える。どうやって見るの？部屋からこう。あ、この部屋じゃないよね。あ、本当にバカだった今。何も考えてなかった。脳死。呼び捨ていいね。D さんはもうなんか D さんだからな。この前初めて聞いた僕隊にまだ耳見てパフォーマンスに惹かれました。あ、嬉しい。僕隊ありがとうございます。星投げ12周完了。え、12周？あ、本日ね、3×4 で3412。ありがとう。12回もね、そんな星集めに行って投げてってやってくれて本当にありがとう。どうやってみるのかちょっと後でやってみる、ね、そう、初訪問の人は星投げじゃないや、星を集めに来てるから投げないかもしれないけど、カウントだけでもお願いします。ルーム前の貢献度ランキング、そうなんだ。 STR さんたちがぶっちぎってさ、これも呼び捨てに近い。ガンちゃんは呼び捨てじゃないじゃん。ちゃん付けしてるよ、ちゃんと継承で。プロフィールの上のマークの上の今回のイベントロゴから見える。なるほどね。ミネルヴァの助言、懐かしいな助言って。私会った時はさん付けでしたね。そうね、私は初期の方はその研究生とかの時はもう絶対、でも私別に今もそうだけど、昔から初めましての人とかはまあ人間として当たり前だけどさん付け敬語だよ、まあ、人として本当に当たり前だけど。こんにちは。星集めの方は星がもらえるまでカウントお願いします。ねえ、そう、遠方枠とかさ、シニアとかさ、なんか子どもの公演とかもあったよね一時期。何を見せなく呼び捨てになったら怖くて泣いちゃう。シマさんはシマさんだしね、いじられあ、シンゴシンゴさんありがとう。シンゴシンゴさんもタコちゃん今日いっぱい投げてくれてありがとう、ね、いつ亡くなったんだろうね。客生誕すらもなくなって、ほんとだ。やっぱり今あれだからかな、なんか公演があれだよねあれしかやってない。高校の時初めて行ったのが遠方枠だった。そうなの？じゃあ遠方の東京のあれじゃないのか。正直星とかイベントとか難しくてついていけてないですが応援してます。ありがとう。いいよ、しょうがないしょうがない、わかんないよね。私もね、このね、ガチイベが初参加だったからね、マジ右も左も全然わからなかったんだけどね、教えてもらったり、一緒に考えて、やったから、もう本当に2日間ちゃんと丸2日間ちゃんとファンの人と作戦会議してやっとわかったから、で何回か配信してわかったから、もうなんて言ったらいいんだろう、もうそれは慣れなんで、今持ってる星を投げるとか今できることだけでも十分だと思います。水星石さん、タコちゃんありがとう。おやつ公演とかね、それは私が
AKB 入る前だったもん。私が AKB 入ってからおやつ公演とかもなかったもん、元々。ああ、まなみのいる客席。なるほどね。入隊ってないね。ボーイスカウトか、ここは。自衛隊か、ここは。まみ。3週完了しました。お疲れ様です。ありがとう。すごい、みんなの初公演の思い出が。恋愛禁止条例が初公演です。あー、いいね。私も錬金復活してほしいな。逆セーターの時のまなみの目線が私たちにとってあります。あったね。私たちが250人にメッセージ書いてたわ。錬金復活したまなみ一人で全部回せるんじゃない。回せる回せる、余裕よ。だって 10ポジやってたんだもん。長い光やるしかない。あなたしか。サイベル。錬金まなみ出てたの？そうです。私もともと高橋チーム A の時に、パルルさんとか、こじはるさんとか、あとは宮脇さくらさんとか、かわえさんとか、古畑奈央さんとか矢倉風子さんとか、そこのメンバーたちと一緒に出てました。ああ私か、ああ私か。ねえ、歌い出しやったこともあるよ、高見さんのポジション。あなたしか。あ、45分、55分だ。やばいやばい。ランキングを読むぞ。時間だ時間だ。ということで、今日ギフトをいっぱいくださった方を読んでいきたいと思います。いきます。かがみさん、ぐりさん、プリオさん、アンジーさん、 D さん、あおいんさん、しんごしんごさん、たかひろマックさん、なかえさん、ロロノアゾロさん、そばだぬきさん、チョコレットさん、水星石さん、月曜の豚さん、サプライズレバーさん、ひでさん、新鮮玉ねぎさん、ファニンさん、にじかけはしさん、りんごちゃん、 STR さんは、くま10連のくまちゃん、ありがとうございました。そして和田翔、あ、また呼び捨てにしちゃった。しまさん、ありがとうございます。ということで、ランキングもこのまま読んでいきたいと思います。よし、ランキング読みます。13位から13位、ロノノアゾロさん、ありがとうございます。12位プリオミクさん、ありがとうございます。11位かがみさん、ありがとうございます。プリオミクさん言ったっけ、なんかまたありがとうございます。今日一日いっぱい来てくれた。11位かがみさん、ありがとうございます。あ、 MV のマナチが見たいわ。ちょっとはしゃりますね。
ちょっと時間も時間なので、え、10位新鮮玉ねぎさんありがとうございます。9位和田翔妖怪本社集ありがとうございます。8位ファニーさんありがとうございます。7位シンゴシンゴさんありがとうございます。6位水星石さんありがとうございます。5位ヒデさんありがとうございます。4位中江さんありがとうございます。3位 D さんありがとうございます。2位グリさんありがとうございます。1位は STR さんです。イエーイ。はい、ということで、もう時間が来てしまって、もう今日は多分3時間目いっぱい配信したと思われます。あ、最後の最後にタコさん投げてる人おる。あ、猫ちゃんドットマさんありがとう。あ、まなみちゃんずさんありがとう。なんかすごいことになってる急に。あ、まなみちゃんずまなみちゃんずまなみちゃんず今まなみちゃんず駆け込みすぎ。ありがとう。絶対こんだけ入れてくれたら絶対に壇上だったよ。ありがとう。もうそろそろ、もうあのね、今日は配信ね22秒オーバーしてたから、もう59分30秒ぐらいで終わっちゃうかもしれない。まなみちゃんず、まなみちゃんずこれ多分ね、1,2,3,4,5 回投げてるね。で、多分今6回目投げたね。これ多分タワーと一緒だね、まなみちゃんずさん。まなみちゃんず、まなみちゃんずさんありがとう。タコタワー初めて、初めてタコタワー聞いたことない。あ、これもありがとう。聞いたことないわタコタワーは。ありがとう。そろそろ終わるかも。ということで、皆さん最後にタコタワーありがとうございました。もう終わりの時間なのでバイバーイ。そう、自動で切れるから、バイバーイ、おやすみー、またねー。2800人の人ありがとう。バイバーイ。あれ、私の手持ち時計だと3時間過ぎてるけど終わんないんだけど、私の手持ち時計だともう3時間過ぎてるんだけどな。あ、終わったかな。まだ終わってないね。バイバーイ切れないんだけど、私の手持ちだと3時間過ぎてるんだけどな。